イスラエルの国旗に入っている6、防星イスラエル空軍の国籍マークダビデの星は、ユダヤ教、あるいはユダヤ民族を象徴する印。二つの正三角形を逆に重ねた6芒星と言われる形をしており、イスラエルの国旗にも描かれている。文字コードは U プラス2721。紛らわしいが、ダビデの星と6芒星は、必ずしも同じ記号ではない。 正式なダビデの星は図形内部の線が必ず入っている。が、六望星型とは突起が6つある星型を言うのだから厳密に言えばアウトラインだけで内部の線はあってもなくてもよい。この印は古代イスラエルのダビデ王に由来するとされるが、歴史的に実在した実際のダビデ王とは関係がない。30年戦争末期の1648年。 神聖ローマ帝国の側に立って、プラハを防衛していた民兵軍がスウェーデン軍を撃退した。これを受けたハプスブルク朝のフェルディナント3世は民兵軍の武勲を貸して各部隊のそれぞれに旗印を貸しした。民兵の中にはユダヤ人部隊もあったが、ドイツの宮廷にはユダヤ人の印としてどんな図柄を使えばよいか知るものがなかったどころか、 旧帝ユダヤ人のオッペンハイマーケですら何のアイディアも出せなかった。そこでウィンの政府はイエズス会に何か良い知恵はないか相談したところダビデ王は縦の門所に自らの名前の最初と最後の文字 D を使ったに違いなく古いヘブライ文字で D の字はギリシャ文字デルタに似た三角形だからデビットのスペルの最初と最後の D のアザ二つを表す三角形を 互いに組み合わせた形にしてはどうだろうかというアイディアを得た。こうしてユダヤ民兵部隊にダビデの盾をあしらった旗が歌しされることになった。この印は欧州のユダヤ人社会に伸びのように広がり、19世紀初めにはロスチャイルド家の家紋にも取り入れられた。つまり17世紀に起源するものであって古代に遡るものではないため、 例えば、非誘導サロン等の根拠に使うことはできない。しかしながら、ヘブライ語聖書の最古の写本の一つである、レニングラード写本には六方星が描かれており、マソラ本文の著者記録によると作成は1008年となっているため、期限は定かではない。クロアチアの自治体の紋章にも多く描かれるが、これらの多くは、ダビデの星と六方星が混在する。ブダペとドハーにの窓には、 なぜか八芒星が用いられている。ちなみに、ダビデの星と同じ模様の六芒星は使われていない。連行される星のバッジをつけたユダヤ人たち。1944年10月、ブダペスト第二次世界大戦期、ナチスドイツはその占領地においてユダヤ人を識別するための標識として、ユダヤ人に黄色で描いた星型文様をつけることを義務付けた。 これは当時ジュダンスターン、またはザンスターンと呼ばれており、デビットスターンとは故障も表記もされていなかった。ナチスドイツがダビデの星という名前を使っていないのに、戦後の文献ではザンスターンやジュダンスターンをダビデの星とわざわざ訳したり、ドイツ語文献の場合はデビットスターンにわざわざ言い換えをしている。2004年マイクロソフトは、 ハーケン・クロイツとダビデの星を共に不適切な記号とし、マイクロソフトオフィス2003に付属のフォントファイル、ブックシェルフシンボル7からそれらの記号を削除するツールを2004年2月11日に配布した。2018年漫画投稿サイト、ジャンプルーキーにおいて、作中に、六防星を描いた漫画作品が削除されていたことが判明する。当該サイトにおいては、 直接的な削除理由は明言されていないものの、漫画業界では、ダビデの星が前日の第二次世界大戦期における、ユダヤ人差別を想起させるという理由で、タブー視され、独防性自体の使用を基本的に避ける風潮が広まっているとされる。ありがとうございます。